こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン FBA 転送サービス、シドニーに転送拠点予定してたんですけど、まあメルボルンから運営開始されているということでですね、メルボルンにも転送拠点を用意しました。オーストラリアね、国内送料高いんで、アマゾンが割引して提供するはずなんですけど、ただそれにしてもね、えー、まあ シドニーからメルブルーンに運ぶだけの時間はかかりますし、まあ、トラックで12時間なんでね、まあ、どうってことないっちゃどうってことないですけどただ料金が見えないとね近くにあった方がそりゃいいだろうというのがありましてメルブルーンでも、ね、用意しましたで、まあ、この機会にもう間もなく植え返しなんで料金案を作りましたまず初回登録料3万円 これはね、もうすでに会員になっている方は、個別サポートの会員さんは免除。で、マニュアルサポート会員さんは1万円という形で利用できます。これね、今月中にマニュアルサポート会員さんは利用するんであれば登録してください。そうじゃないとね、ちょっとどれぐらいの量なんだというのが読めないと、個数を何個までとかするのかね、相手の方にどれぐらい場所を用意してもらうのか等の 問題がありますので一応こんな形を撮らせていた、だきますますたこのあとね、ずらずらと見ていただくと分かるんですけど、やっぱりあのマニュアル会員サポートよりも個別会員サポートね、ねまあ、手厚いサービスということで歌ってますんで、優遇してます。そんなわけでね、じゃあ、オーストラリア始まるの機会に、個別サポートにアップグレードしようかなという方はね、ご相談ください。 今の売り上げとかね、何のサポートが必要か、一度スカイプで話させていただいて、じゃあまあ、いくらの追加料金でアップグレードしますというお話をさせていただこうと思います。それから転送の月額利用料金1万円。これもね、すでに会員の個別サポート、会員さんは無料と。もうずっと無料です。別に何も取る必要なくいただきません。 でマニュアルサポート会員さんは、えー、5000引きの、えー、5000円と、ね。これ、えー、利用開始になってからなんでね、すぐ、えー、かかるわけじゃないんですけど、す、え、で、ー、に会員になっている方は、この割引をします。で転送料金、ね、1コンポ二2000円と、ねで。これも今、会員の方は、えー、とりあえず開始3ヶ月間は、えー、1000円。ただし、えー、月間発行までと、個別サポートの会員さんをですね。 でマニュアルサポートの解散は月間4個まで。まあ、こういうね、個数制限を設ければ、えー、いくつ転送するか読みやすいんで、こんな形にさせていただいてます。で、まあ、運営してね、すぐに、えー、まあ、これぐらいの作業量だったら、えー、全然問題ないねということであればね、またこの制限の方は解除していきます。まあ、何しろね、えー、オーストラリアは、 まあどんな形でね、荷物が届くのか、関税がね、スルーするのか止まるのか、まだね、開始してないんで読めないです。でただ少なくともね、アメリカよりはちょっと厳しいかなと。ねまあ、厳しいかなっていうのは、あの荷物の、えー、届く制度ですね。アメリカでシアトルに送った荷物がね、 えー、ロサンゼルスになぜか、えー、置いてあるということはねあんまり聞いたことないですけど、まあ、南米とかアフリカならザラにありますけどね、えー、ヨーロッパもありますねただねオーストラリアは私自身の荷物をねシドニーに送ったのにな、ね、ぜ、えー、かブリスベンに届いててでブリスベンにずっと置きっぱなしで、えー、並走されちゃったというのがあります、まあ、私がね、えー、送った荷物ってそんな何十回もやってないですから十段階でそういう事故が起こるんで そうなるとね、オーストラリアの転送が果たして荷物が、送った荷物が全部無事届くのか、ね、追跡をどうするのか、ねえー、その辺の作業量が全く読めないんで、ちょっとね、えー、いきなりたくさんやって、えー、事故多いねということになると目も当てられないんで、個数をご整形させていただいて、えー、運営しようと思いますで。転送箱が壊れて届いた場合の写真撮影と再梱包料金。これね、えー、箱が よれよれになって届いて、そのままじゃね、オーストラリアのもう一回国内輸送やったらね、これ箱をばらけるねと、あるいは中が無事かどうか確認しなきゃねという場合には、中を開けて、で、怪しい商品があったら写真を撮って、で、再梱包して納品します。この料金が2000円。で、こちらね、えー、同じく今、会員の方は、えー、月間3個まで。ねえー、マニアサポート会員の方は月間1個。 これは半額の1000円で再梱包しますで。シドニーも同じ料金で提供予定です。ねまあ、ただね、インポータープラン、インポータープランたくさん送る人以外はね、あんまり関係ないんですけど、インポータープランの場合、提供はちょっとね、アメリカみたく、ほとんど何もなく住所を貸すだけという形で済むのかね。 実際に税関に行くようなシチュエーションが出てくるのか、ちょっとやってみないと読めないんで、これは、まず普通に転送だけして、その後ね、大丈夫そうだねということになってから提供しようと思います。まあ、そんな形でもうね、売りたい人登録しろと。登録しろという割にはね、登録した後にね、画面にサクセスって出るだけで、メール一つ気アしないというね、いかにも Amazon らしい登録のさせ方なんですけど、 えー、登録はね、えー、まず済んでますんで、これ、何回も登録したりね、問い合わせたりはしない方がいいです。えー、いきなりね、こいつはうざったいっていうね、えー、マークされてもね、えー、しょうがないんで、まあ、気長に待つと。まあ、き気長に待つと言いつつね、もう8月の末で、多分10月に始まるとなると、あと1ヶ月以内には、ね、いつから始まるよという通知があると思いますんで、えー、楽しみにお待ちしてください。万一。 なかなか始まらないということがあっても、まあ、それはそれでオーストラリア。ねえー、今まで、ね、3年半住んでて、いつ開店しますっていうね、えー、ラーメン屋とか飲食店とか、ね、お店とか、えー、期限通りに開店したのを見たことないです。まあ、それがね、オーストラリア。だからこそね、えー、きっちりしたアマゾンが入ってくれば物が売れるという形なんでね、えー、もしも 遅れることがあっても、まあ、そういうとこなんだなとオーストラリアだからしょうがないなという長い目で見ていただければと思います以上天馬アカデミー堀秀夫でした